大森さん、おはようございます。おはようございます。今日ちょっと、はい、渡すものがありまして。はい、何でしょう。この間の SCAJ で、あ、ありましたね。はい、LBO のレジェンド山下さんから豆をいただきました。マジで、やばいっすね。っっこれやばいっすね。かわいい。いやでもな、まだ俺羊コーヒーさんと喋ったことないんですよ。え、そうでしたっけ。そうで、今日も入ってくる瞬間後ろ姿見て声かけようと思ったんだけど営業の電話が来てレジェンドからレジェンドからもらったの、はい、マジで俺ほぼ他人だよ。いや、違う多いって。じゃあ今日これスペルス入れてみるか。せっかくもらったんだったらね、挑戦状受け取ったと。よかった、やろう。じゃあお願いします。よし、じゃあ今日これあるから。まだね、実はね、あのコマンダンテでエスプレッソ入れたことないですよ。うん、せっかくなのでこれやってみましょう。はい、しつけん。皆さんこんにちは、羊コーヒーの森です。さあ今日はですね、なんとあのレジェンド山下さんが豆をくれたみたいなんですよ。まあ、さすがに、まあ、レギュラーコーヒーって書いてあるんで、エスプレッソ用の豆だと思うんですよ。でパッケージはこんな感じ。もうね、自分好きっしょ絶対。もうなんかさ、 SNS の運用とか見てても思うんですけど、自分好きっしょ。すごいよね、このキャラの押し出し方が。でパッケージもそれが表れてると。グッドテイストって書いてあるんで、多分美味しいんでしょうね。私結構厳しいんで、味にはもうほんとフラットな気持ちで、まあ、レジェンドだからとかってなしに、ちょっとまずはこの豆のレビューが一つ目の、まあ、今回の目的なんですけど、でさらにですね、実はまだコマンダンテでエスプレッソを飲んだことなくて、でこれをやってみたいなと。でクリック数が5から15ぐらいみたいなんですよ。なんでまあ今日10クリックぐらいからちょっとまあ試してみて、まあ、いい感じに入るかっていうのと、まあ、最近2台持ちなんですけど、この K ウルトラですよね。確かこれが 3.6 クリックくらいでやってたんだっけな、確か前。確かそんなの。で、エスプレッソを入れて飲み比べてみたいなって思います。じゃあ、やっていきましょうか。まず開封っすね。じゃあ、開けていきましょう。これ200グラムなのかな。普通400も送るかね、コーヒー屋同士で。試飲の量じゃないよね、400はね。じゃあ開けます。手書きでサンキューって書いてありますよ。 T はなんかこっちからじゃなくて、俺こっちからな気がするけどね。こうでこうじゃない。開けます。どうなの、言うてどうなの。お、めっちゃいい匂いする。あ、結構深めですね。はい、豆こんな感じ。綺麗ですね。結構揃ってる。ロブ入ってるのかな。うん、でもなんかこの辺りロブっぽいような気もするな。こういう豆入ってるんですよね、結構ロブは。香りはね、ほんとね、トラディショナルっぽいっすよ。ちょっと深入りになってて、あの浅入りの酸っぱい感じよりもこうトラディショナルな、なんかイタリアっぽいブレンドっぽい味がするっぽいね。うちもね、最近こんな感じのブレンドになってるんですよ。昔はあのショットで飲みやすく軽いエスプレッソやってたんですけど、やっぱね、ミルクとの相性はね、やっぱね、苦くて重い感じの方がいいんですよね。だからロブスタと、まあうちウガンダ入れてますけど、ウガンダのロブスタとか、あとはあのブラジルをちょっと入れたりとかして、ちょっと重たいね、感じにしています。じゃあちょっと引いてみるか。10、ここ10でいいかな、わかんないんで10でやってみましょうか。じゃあいつも10なんで、いきましょう。細かいね。あ、いいんじゃない。はい、あ、結構ねサクサクと引けますよ。もう引き目もいいんじゃないかな。もう気になってしょうがないね、このなんかラテアート講座とかめちゃくちゃ人気ある。あっという間になんかソルドアウトしてるけど。で、ちょっと同時に、ケウル。これはね、クリックすごくわかりやすいっすよね。
ちょっと力強く聞いていける感じはあるね。早っ。やっぱね、早いね。イージープレスはむちゃくちゃ早いです。リュードもね、いい感じで細かく揃ってると思いますよ。よし、じゃあ入れてみよう。さあ、じゃあ入れてみましょう。まずはコマンダンテから入れようかな。ポルターフィルター系。今ね、これね、58ミリのやつですね。まあ、全然いいよね。はい、行ってみましょう。レジェンド。ちょっとね、今日シングルでいきます。あれ、ちょっとシャバいかな。わ、でもすごいよ。うん、ちょっとシャバいね。でもすごくない？もうちょっと細かくして良さそうですね。ちょっと飲んでみていい？先に。うん、うまい。めっちゃうまい。まだ認めてないよ俺は。まだまだ。今ちょっとね、もうちょっと補足した方が良さそうだったんで、まあ、これも一回やり直すとして、イージープレッソ、ここのね、うん、この辺りはね、ちょっとイージープレッソの方が取り回しは楽なんですよね、やっぱり。いきます。うん、まあ大体20秒ぐらいだから、まあこれは適正ぐらいかな。そんな悪くないですね。クレマもね、めっちゃ分厚い。すごいいい感じだよ。はい、ちょっと砂糖落としてみたいね。まあでもこのまま一回飲みたい。うん、全然こっちがうまい。全然違う。うん、今さ10でやったでしょ。さすがにね、もうちょっとね、細かくしてやりたいね。7ぐらいでやってみようか。9、8。ま、てててててね。9、8、7。ここだ。うまいな。ちょっと、豆がない。じゃあちょっと調整して。もうね、これはね、よかったんで、まあ、20もうちょっと若干細かくしてもいいから、 3.5 とか 3.4 ぐらいでもいいのかもしれないけど、まあ、十分美味しいのでできたんで、ね、こっちだけリベンジしたいと思います。でもね、味はね、マジでね、バランスいいって感じ。酸味も、まあ、ちょっと乗ってて、ミルクとの相性も良さそうだし、味のね、構成比がね、かなりね、お手本みたいな構成比してるね。これはね、さすが自分でレジェンドって言うだけはあるよね。なかなか言わない、自分でレジェンドって。はずいもんね、ちょっとね。ちょっと甘く見てたわ、完全に。さあ、ちょっと細かくなったはずです。うん。ちょ、見た目にはあんまりわかんないですけど。いや、だいぶ細かいわ。うん、だいぶ細かいな。そっか、エスプレッソやる人にとっては、ここの凹凸がちょっと邪魔だね、確かに。プアオーバーやる人はね、マジで関係ない。けどエスプレッソやるとね、ちょっとここの引っかかり気になりますね。落ちないね。さあ行ってみましょう。うわ、とんでもないトロトロになったな。3クリックでこんな違うの？ちょっとやりすぎだね。止めようか、じゃあ。もうこんなもんでいいだろう。はい。だいぶすごいね。もう、クラも立ったけど。
あ、なんか逆にマイルドになってるな。きめ細かい味になってる。もしかしたらあれかもね、細かすぎて粉通過しないで落ちてるかもね。え、今7でやったでしょ。10でやったらちょっとしゃばくて、7でやったらだいぶ。これ家庭用とかだと調整めっちゃシビアじゃない。そのためのレッドクリックか。プアオーバーでね、レッドクリックね、そんなに必要だなって感じるシーンないんですけど、エスプレッソだったらあるかもね。その間欲しくなったりはしますよね。じゃあ8、下手すると9でいいかな。10ダメで7にして9。多分10と9は結構違うんだと思う。やっぱね、使い込んでる K ウルトラと違って、あまりね使い込んでないコマンダンテはまだちょっとあたふたするね。じゃあ次、クリック数が9です。計らずともちょっと長い動画になってしまったな。お、なんかいい感じ、9っぽいな。なんかいきますよ。うわ、めっちゃいいじゃん。10と9でこんだけ違うのか。すごいね。今ね、23秒ぐらいで落ちてるから最高だわ。いただきまーす。うん、お、上品な味になった。香りが全然違う。乗るかな。早いな。カップの構造とかもあるから今引っ張らなかったけど、でもすごいうまいよ。やっぱね、言ってエスプレッソはお砂糖の相性大事ですから。いただきます。おー、うまいな。意外となんかレジェンドの見かけによらず優しいね。なんか繊細な味がする。ラテとかはいいの？ラテやる？俺牛乳飲めないんだよな。飲んで。なんかラテ入れるの久々だね。うん、めっちゃ濃厚なエスプレッソしてますって。行ってみましょうか。レジェンド。うわ。うん、なんかね、めっちゃきめ細かいよ。はい。ふわふわやで。じゃあ俺も一口飲んでみるか。朝から牛乳怖いっすね。うん、うまい。飲んでみ。まあ、超うまい、超うまい、マジで。甘っ、美味しい。これ牛乳がうまいな。エスプレッソが苦すぎるタイプじゃなくてすごい美味しい。マイルドだよね、めちゃくちゃね、うん、なんかあの感じでマイルドな方なんだね、この感じで。後に鼻に抜ける香りがめっちゃいい。うん、うまいね、うん、今日はですね、レジェンドの豆入れてみました。意外と見かけによらず、なんかこうちょっとね、トカッテスのことやってるけど、エスプレッソはね、結構優しい味でしたね。うちよりもすごくこうマイルドかもしれない。じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。絶対400はいらんぞ。まだね。